皆さんこんにちは、みさとです。ここは JR 大阪駅です。 YouTuber の西園寺さんがよく使われている西園寺広場と呼ばれている場所です。今回は寝台特急サンライズ号で東京に向かい、朝ドラ爛漫の聖地巡礼に行きます。東京行きサンライズ号の大阪駅発車時間は日付も変わった0時33分。私は列車の発車日付と同じ日からの乗車券を買ってしまったので、改札前で0時過ぎになるのを待っていました。この時間、緑の券売機も発売が終わっている時間帯です。サンライズは少し遅れているようですが、このぐらいなら大きな遅れにはならないでしょう。日付も変わったので改札内に入りました。大阪駅の11番乗り場です。サンライズは14両編成と大阪駅に停車する列車で一番長くて、1、2号車の方はこの柵の向こうへ行くことになります。今夜は8分ほどの遅れでサンライズは大阪駅に到着。14両編成は本当長いです。今回は3号車の個室ソロを利用しました。本日もソロの上段の部屋です。部屋に入ると大阪駅を発車、東京駅まで6時間40分ほどの旅です。誰もいない新大阪駅を通過中。さて、この個室のソロですが、3号車と10号車にあり、個室では一番安い部屋で、上段の場合狭いスペースの階段を上がる必要があります。体格のある方は上り下りがきついかもしれません。設備としてはコンセントに各種照明スイッチ、照明をオフにすれば夜景も映り込みなしで見れます。一番下のつまみは暖房の調節です。 NHK FM ラジオは書いてある通りサービス終了だそうです。ソロは狭いのですが、上段の部屋のみこの部分に荷物を置くことができ、機内持ち込み可能サイズのスーツケースが置けました。重くて置くのが大変ですが、ちなみにサンライズにはシャワーもありますが、今回は家で済ませてきたので利用しません。深夜1時も過ぎて列車は京都駅を通過。米原駅で乗務員交代の停車をして発車。見えているのは新幹線のホームですね。夜行列車に乗るとワクワク感であまり眠れない私ですが、この日はうとうとしながら名古屋駅の通過を眺めていました。とは言いながらいつの間にか眠っていて、気がつくと未明の4時40分静岡駅でした。富士駅です。時刻は5時26分。静岡の先で非常ブレーキと思える停車があり、安全確認のためしばらく止まり、15分以上遅れたようでした。ほんの少し空が白み始めました。今回は進行方向左側なので、個室からの朝日は見えませんが、富士山は見えました。寝ぼけ眼な人間と同じく、カメラもピンボケしていて、なかなかはっきり映ってくれません。夜明け前の富士山もなかなかですね。沼津、熱海と発車して6時過ぎに同じ3号車にあるラウンジへ行ってみました。朝日が差し込んで明るい雰囲気です。モーターの音がちょっとうるさいですけどね。ここで朝ごはんのパンを食べて、洗面や朝の支度などを済ませていたら横浜到着前放送、そして次は終点東京駅。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点東京です。ということで東京駅に着きました。降りるのに時間がかかるので待っています。その時間を利用して個室内を撮影中。荷物が多かったので昨夜は個室内全体が撮れませんでした。下にあるビニール袋はゴミ箱です。一時は17分ほど遅れていましたが、東京駅に着くと遅れは9分ほどになっていました。回復運転すごい。サンライズ号、一晩お世話になりました。今回は車庫に引き上げる姿をお見送りして感謝の意を表します。さて、この後今日は朝ドラ爛漫の東京の聖地の2カ所に向かいます。山手線電車に乗って6駅11分、日暮里駅で下車。向かうのは天王寺というお寺。ここに牧野富太郎博士のお墓があるのでお参りに行きます。私は日暮里駅の西口に出てしまいましたが、南口の方が近そうですね。線路沿いから離れて階段を上がると、そこは天王寺。
そして牧野富太郎博士のお墓への道案内がありました。墓地は結構広いのでこの案内は助かりました。案内の通りに歩いて行くと牧野博士のお墓に到着。ドラマを通じて半年間本当にありがとうございました。安らかにお眠りください。しかし閑静な良いところにありますね。さて先ほどのお墓の案内板の横に徳川家墓地の文字が見えました。15代将軍の徳川慶喜公墓所が近くにあるようなのでそちらにも行ってみます。近そうに見えた牧野博士のお墓から徳川慶喜公の墓所、道案内があるわけでもなく20分ほどかかってしまいました。ようやく着いた慶喜公墓所、さすがはこう仕切られていて一般人とは違ういかにも格のある方のお墓でした。ここまで来ると日暮里駅より一つ上の寄りの鶯谷駅の方が近いのでそちらへ向かいました。鶯谷駅は篤姫の墓所も近いと知り行こうかとも思いましたが今日はまだまだ歩くので見合わせ。鶯谷駅に着くと185系電車を見かけました。すごい偶然でラッキー。約1時間ほどのお墓参りを終えて次の目的地へ。鶯谷駅からは再び山手線の内回り電車に乗ります。池袋駅で乗り換えて西武池袋線に乗車、飯能行き急行に乗って一駅目の石神井公園駅で各駅停車の飯能行きに乗り換え、一駅目の大泉学院駅で下車すると駅前には牧野記念庭園の案内が。ランマンでいうところの震災後にお寿恵ちゃんが購入した練馬の土地、万太郎の次の住処です。それでは牧野記念庭園へ向かいます。駅から徒歩5分とちょうど良いお散歩コースな距離、途中案内板がまめにあるので間違うことはないと思います。迷うことなく牧野記念庭園に着きました。庭園に入るとかなりお客さんが入っています。ランマンの放送が終わって一月足らずの日曜でしたがまだまだドラマの余韻に浸っている視聴者の方も多いのでしょう。案内板にありますが牧野博士が亡くなられた翌年にこの記念庭園ができたのですね。ただ今回時期が10月なので花の時期としては葉盛期でお花をめでるにはちょっと物足りない時期でした。これは仕方ないですね。庭園内には末子笹に囲まれて幸せそうな万太郎ではなくて牧野先生、多分あと一月前頃なら咲いていたであろう白花曼珠沙華、花が枯れて茎だけが残っているの見えますでしょうか。次は諸屋展示室に入ってみます。入り口には養生諸屋と書いています。晩年の牧野先生の書斎を復元されていて本に囲まれた書斎書庫を見ることができます。ランマンのドラマの中では最終週で千鶴さんとのりこさんが遺品整理の面接などのシーンで書斎が出てきました。今でもそこに牧野先生がお仕事されてそうな雰囲気があります。ドラマの内容を復習するような富太郎ってどんな人、末さんがここ大泉で実現しようと思い描いた植物園、富太郎さんはコーヒー好きだったそうです。次は牧野博士の邸宅の跡地に建てられたという記念館へ。こちらでは博士の遺品や資料などが展示されています。生い立ちの歴史や愛用の植物採集の道具、精密な植物図、刊行された図鑑などを見ることができます。この庭園はこれだけ記念館の展示が充実していて庭園の草木も見ることができて無料ってところがすごいですね。こうして2時間ほどの滞在の後、牧野記念庭園を後にしました。出る時も入園される方が途切れないほどの人気ぶりでした。牧野先生のお墓と記念庭園、2カ所の東京での聖地巡礼を終えました。天王寺のお墓をお参りしたのが朝8時頃で、途中早い時間に昼食をいただきまして、記念庭園を出たのが午後1時過ぎという感じでした。庭園でどれだけ滞在するかにもよりますが、この2つ、半日ぐらいの時間があれば訪問可能のようですね。以上でサンライズで訪れるランマン聖地巡礼東京編を終わりにさせていただきます。次回は高知編をお送りいたします。
今回も最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。チャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。評価の方もしていただけると嬉しいです。